さあ、行こう。おお、来てるね。身が転がってこない。大丈夫？それは日本での話か。さあ、たどり着いたか。入るがいい。何こいつ、気づいている。7つの海をすべし、女王陛下の目すべて見ておった。アムリタがあればヨーロッパ、世界を滑ることもできよう。陛下が亡くなられた今、この国の情勢はまさ我々にかかっておる。ウィリアム、この国のために私と。俺、刀じゃなくて槍だけどね。そうか、残念じゃ。目がいっぱいある。上に上がっていく。闘技場みたいなところかな。闘牛の骨。アムリタがいっぱい。たくさんの目が。痛い痛い、まぶしい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 。大型のボスか。目がいっぱい。100目かな。おお、大振り。えっ、ダメージすっごく通るんだけど、これもしかして雑魚か。っていう結構ダメージ通るね。おっ、スタミナゼロになった。おお、回避できた。はあはあ、ダメージそんなないぞ。うん、そんなダメージないぞ。これそんなダメージがない。うん、これはまずい。回復した。これ目を壊せてる。そういうこと。目壊すとね、あのゲージも回復してる。左に投げ払いの範囲が広いけど、色ってまた来た。これはまずい。回復もされてるし。目をスタミナ管理が厳しい。目をああ、とりあえず目だね。目さえどうにかすれば。いんだけど全然ダメージはない。とりあえず邪魔なやつ。で目をね早めに。ダメな手振りする。はい、鉄を目を優先。走ればかわせ目をはい。とりあえずまずは回収。とりあえずゲージは目玉の時まで残しておきたい。目を狙え。痛い。ゲージ溜まったな。飲んどこう。お、まいった。ははね。死んだか。4つのビームだけだな。これよ。開始のタイミングわからん。しかもはぁやべ体力がもうない。手のタイミングかもしれない。そろそろ目出すだろう。目の方を優先的に戦いたいんだけど。来た来た。痛い。まあ安全に回復。ゲージ残したままだからね、この方がいいかもしれない。これ手に合わせてよし、手に合わせて、はい、一発くらいならしょうがない。よし目のタイミングを気をつけろ。手を振るタイミングで、よし、まあしょうがない。ナイスヒル。無理だな、使うしかない。目を倒せ。倒しきれ。倒せ。スタミナ我慢。うっそー。スタミナだよ、もう。攻撃が足りない。これだな、ご神水だ。ほんとこれアイテム多すぎてめんどくせえな。代わりにもあるけど、まあチドンフ。変わり身、攻撃力アップ、スタミナ回復スピードアップ、いこう。とっとと払っとく。ミスター横がね、好きだらけ。これね、痛い。よし。はあはあ。目をそのまんまこれよ。はははは。変わり身出たー。変わる意味一発ぐらいならいいよ。暴走モードきつすぎなんだけど。終わった暴走モード。これもう力押しの方がいいんだろう。よろしくない。ある意味目はははははは。よし、いったな。さらば。あ、さすがにこの目の連続攻撃はきつい。妖怪大事の専門家スパイダーマン、戦いの果て。とりあえずアイテムを全部ゲットして、変わり身はやっぱいいね。ミッションクリア。どうか助けてくれ。助けませんけどね。目か。左目が。これでもう何も見えんだろう。それで許してあげるのか、優しい。シアシャか。これは江戸城。伊達政宗。真田幸村かな。半蔵。日本ではまだ戦争が終わっていなかったのか。あら、シアシャ。日本行きたいの？でも割と遠いよ。暴れん坊将軍が始まりそうな BGM だ。やっぱまた行くんだ。着くまでどれぐらいかかるんだろうね。よし、そして巡る。もしかして2周目か。もうコンパスはどこも指していない。自由はこの手の中にある。あ、百鬼夜行が追加されました。強者への道が解放されたと。ミッション難易度が上がり、得られる装備品も強力になりますと。これは2周目？九州編。一応2周目っぽいね。うん、もう難易度がめちゃくちゃ上がってる。戻る。拠点から戻るのかな。全国地図に行くには、四角か。で、中国編だね。普通に2周目が始まって、なんか超難易度高いやつが増えてる。で、大まかときミッションのレベルもさらにアップ。別にストーリーの続きが出ているわけではないみたいだね。だからストーリー的にはケリーを倒して自分の国に戻って、ケリーを操ってた黒幕を今倒したから、そのまままた戦乱の日本に戻ってきたってことか。でもあれだな、江戸城のあの辺選べないから、これ2周目を進めていったらまた追加でできるような感じかな。まあ何はともあれ、ストーリーはどうやら終わったみたいなんで、まあ俺はまだ2をプレイしようと思うんだけども、まあ録画しながらのプレイはここで終わろうかと思います。はい、というわけで、仁王の1周目のプレイ、無事完了しましたということで、これで終了します。それじゃ最後まで見てくれた方はお疲れ様でした。また次のゲームでお会いしましょう。それではさようなら。